こんにちは、吉谷さんのメッセージにまた返信させていただきます。こっち側がいいですかね。こっち側がちょっと明るく映るかな。あ、同じですね。あ、どうもどうも皆さん。おごってもらいました、ありがとうございます。今ね、朝食をおごってもらったんですよ。まあ、食べ放題なんですけどね、毎食ね。かなりおごってもらいました。まあ、あのツアー代金入ってるんで遠慮なくやってください。で、今回ね、そのフルコミッションっていうことをちょっとテーマにお話しようと思うんですよ。やっぱりビジネスは基本的にフルコミッション、要するにお客様が満足していただいて、お客様が納得してお金を払うってものをいただくのがフルコミッションです。お客様が満足も納得もしなかったらお金をいただかないっていうのがフルコミッション、いわゆるビジネスの、まあ、原点といいますかね、スタンダードだと私は思うんですよね。で、そうするときに、まあ、あんまり強くばかり言えないんですけど、私の考え方としては先に30万とか50万とかぶんどっちゃって、それから満足度を埋めていくっていうのはかなりね、そのフルコミッションから離れているなと思うんですよ。で、人にはフルコミッションを押し付けて、自分だけはあの、まあ、先にコミッションいただくっていうのはこれフルコミッションなのかなと思っちゃうところがあってね。なんかこういろいろとね、じくじたるものがあるなと思いながらやってきたわけなんですけども、まあ、そういったことに、まあ、解消するためにも、まあ、無料で始めるっていうのはちょっとやりすぎなんですけども、まあ、多少ね、多少をちょっとこういただいて、きっかけとしていただいて、それから一生懸命サービスを提供して、で、一つの実現がお客様に訪れたら、その割合に応じてコミッションをまたいただくっていう形でも私はいいのかなと思っているんですよ。まあ、これを、まあ、塾っていうのに例えると、速稼塾に例えると、その速稼塾っていうのはあのお客さんっていうのいないんですよ。あのやっぱり師弟関係になりますんで、弟子と師匠一人、私ですね。あんまりこう偉そうになっちゃうんであんまり言いにくいんですけども、まあ、師弟関係なんですよ。だから基本的にはあの言われた通りにやって、で言われた通りの結果を享受していただいて、それでいかがでしたかっていうので、こうね、審判を得るって形です。皆様から、弟子の皆様から審判を得て、満足度が高ければお支払いをいただく、そしてまた関係が継続する。満足度が低ければお支払いはいただけない、そして関係も薄くなる。これで、提供者としての、まあ、フルコミッションも達成できてるんじゃないかなと思うんですよね。だからこれから皆さんがどう考えるかなんですよ。フルコミッションをビジネスの基本とするなら、自分もフルコミッションでいるべきなのか、それとも人にフルコミッションを押し付けて自分だけは先行コミッションにするのかっていうね、ここもいつか突き当たるところだと思うんですけども、いかがお考えでしょうか、というのが2つ目の